はい、諸君、こんばんはです。中学1年生でございますね。今日やったメインテーマは、中央値と、それから最頻値というのをやりました。中央値と最頻値です。まあ、その前に、平均値というのを勉強しましたが、これはちょっと置いといて、中央値と最頻値、この2つの代表値について、この動画はやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それからもう中学1年生が終わりますね。そしてこのまとめとして3月には、統一テストが控えています。中学1年生の総まとめ頑張っていきたいと思います。で、今日から、少しずつですが中学1年生の復習をやっていこうかなと思ってます。で、2年生でいいスタートが切れるようにね、ぜひ頑張っていきたいなと思っております。で、2年生の範囲なんですが、1年生の内容に比べて3倍ぐらいドーンとあるんですよ。ですから1年生でもしも失敗したなと思っている方は、2年生でそれを全て取り戻すことができます。ですので1年生をまずできたら今復習頑張ってもらって、2年生のスタートをとってもよくする、これが大事なことですね。2年生で1年生がなかったことのようにできます。それは実力のお話ですね。ただ調査書というのは学校の成績ですから、1年生のものはもうついてしまったですが、能力は2年生で1年生がなかったぐらいに挽回することができますので、ぜひ反省点がある方、2年生のスタートね、よくしようよね。そのためのまずは復習ね。でもここは新しいところなので、ぜひガンガン吸収してね、完璧なものにしていこうじゃありませんか。で、ほんではまず中央値、中央値というのは、あ、こんな形で出しますよというのを例題をいくつかやりました。例題の2番です。次の数値は中学1年生の13人が1ヶ月に読んだ本の冊数ですよ。中央値求めてみ、800冊いますね。まあしゃあないかね。4、1とあります。これをね、まずは小さい順に並べ替えます。小さい順に並べ替えます。これが大事な作業です。これが資料の整理です。まず0が2ついますので、0、0ですね。これ消えました。次1が2つありますね。1を2つ消します。1、1。そして次2が2つありますね。2、2。それから3がいます。そして4がいます。3がいて4がいて、そして5を6ときますね。5、6で、あと8と、あ、ごめんなさい、ここの4、こんな時があるんですよ。そしたらかけ直しますね。4が1個増えまして、5、6ですよ。4、5、6。そして8と12、8、12、8、12。ちょっと詰まってしまいましたが、並べ替えたらここで数を数えて13人になっているかどうか、このデータを確認します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、大丈夫ですね。そしたらば13人いるので、13人を2で割ります。半分にします。そうすると 6.5 となりますね。この次の番目の人ですので、整数値7番目の人が中央値なんです。奇数の場合は中央値1人ですので、それを出してくればいいから簡単です。7番目の人が中央値、1、2、3、4、5、6、7。これは下から数えても上から数えても1、2、3、4、5、6、7になるんです。ですので答えが3、単位をつけて冊、これが中央値でありました。ヒュー、今度は偶数だったらどうなるか確認します。
次の数値は中学1年生12人が、図書館で1年間に書いた、まあまあ大体似たようなもんですね、本の冊数です。中央値を求めましょう。同じようにして並べ替えます。で、一番小さいのは12かな。12、13が2つ、12、13が2つ、そして10代15いますね。その後が18が2つになっちゃうかな。18、18、ね、そして20代に入ります。28と23がいますので23、28、23、28です。30代が30がいて、32がいて、34がいますね。30がいて、32がいて、34がいます。あと40、並べ終わったと思ったら数を数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、合ってますね、12人。ただ12人の場合はこうです。12÷2をします。6と必ず割り切れますよね。そしたら6番目の人と次の人、7番目の人の平均です、の平均なんです。1、2、3、4、5、6、7、つまりここの平均値、これが中央値となります、偶数の時はね。ですので18人と23人を足して2で割ってあげれば平均が出ますよね。となるとこれが41となって、それの2で割るから 20.5 冊というのが中央値になりますね。もう一回確認。奇数の時には、データが奇数の時には1人1個が、中央値1個になります。13人だったら2で割って 6.5、 6.5 番目っていないので次の7番目の人が中央値。偶数の場合は、2で割って6と出たら6番目とその次の7番目、とにかく2人の間なので、2人の平均、これを出してくれると中央値が完成です。なぜ奇数が1人で偶数は2人かというと、こういうことですね。1、2、3、4、5人いたら真ん中は3番目ですよね。これ簡単、奇数です。もし6人いたら、ほら真ん中はここになっちゃいますよね、3と3で。だからこの2人の平均を取って真ん中の数値を出そう、こういう流れなんですね。はい、では本日のラスト、最頻値、最頻値に行きたいと思います。これです。ある中学校1年生の40人の通学時間、今度は冊数じゃないよ、時間、分ですね、を調べた度数分布表をここにちょっと書きました。簡単すぎるけど、この中で最頻値求めて、まず X の値がわからないので、この X の値を出さなくちゃいけないから、まず X の値を出しますね。そうしないと最頻値がどれかがわからないので X の値を出します。これは40人が全体ですから、40人からここの他の人数を引けばいいですね。X の値は40人から 3+7+12+5+3 です。これを引きましょう。10、22、27、30ですね。ですので10という形になって、 X は10だっていうことがまず分かります。で、最頻値はもうめっちゃ簡単、一番度数が多いところの階級、ここです。ですので一番多いのが12人いるところがいますよね。ですので基本的には最頻値を求めろって言ったら、この階級の階級値を求めます。階級値ってさてさて何だろう。これは階級に幅があったら、その真ん中の数値のことを階級値と言います。10分以上、15分未満というのは 12.5。 よくわからない人は足して2で割ってあげましょう。 25÷2 なので 12.5 というのが出ますよね。これが最頻値。わあ、簡単ですね。ですので、これも単位をつけて
12.5 分と書いてくれると最頻値の決定であります。では最後、中央値が入っている、はい、中央値の復習ですね。中央値が入っている階級はどこですか。中央値は40人偶数でした。はい、偶数です。偶数だから40を2で割って20番目とその次でしたよね。2人、20番目と21番目、21番目の人の平均ということになりますが、この20番目と21番目の人が入っている階級なので、ここが10、ここで22ですよね。間違いなくこの階級に入っているわけです。20番目と21番目の人がね。ですのでこの階級を書いて終了。つまりどうしたらいいかっていうと、ちょっとここを貸してください。階級を書きます。10分以上、15分未満の階級と書いてくれれば完成ですね。さあ今日は中央値、それと最頻値という勉強をしました。平均値は出すの大変なんですが、またの機会にチャレンジをしてみたいと思います。では頑張りましょうね。また。